J の英語スキルブースター。こんにちは、 J こと早川浩二です。こんにちは、アシスタントの秋です。この番組は旅行や仕事で英語を使えるようになりたい方、 TOEIC などの資格試験の勉強をしている方、英語学習へのモチベーションを高めたい方にスキルアップのコツをお伝えしていく番組です。Jさん、今回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。今回はインタビューです。今回はですね、英語講師、それからヨーガインストラクターとして活躍中の今村みどりさんにお話を伺ってきました。アメリカ、それからインドに留学経験のある今村さんに、英語を身につけた方法とか、それからインドでの生活について伺ってきました。インタビューをお聞きください。今回は英語講師、そしてヨガインストラクターをされている今村みどりさんにお越しいただきました。今村さん、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。今村さん、英語講師とヨガインストラクター両方されているということなんですけども、これは同時に始められたんですか？それぞれ別のタイミングで始めました。別、はい。これなんかきっかけみたいなのってあったんですか？そうですね、きっかけは留学になるんですけれど、初めにアメリカにビジネス留学というのをいたしまして、そしてその後インドにご縁をいただいて、インドでヨガというのに初めて出会って、はい、で帰国して英語講師もしくはヨガというものをやはりお仕事で伝えていきたいなと思ったんですが、どうにも自信がなくて、でそんな時にインドでお世話になったメンターの方とお話できて、でまだ私がまだまだ学習しようとして、まだまだ日本に帰国してからも学校を探しを続けていたんですね。NGO で働きながら、そうしたらそのメンターの方が、みどりちゃんいつまで学んでいるのって言われて、はい、それでたとえお医者さんであっても必ず初めの1年目というのがある、なのでいつのかどこかのタイミングでまず教えるということを始めないと一生学ぶ方で終わっちゃうよって言われて、それでハッとさせられて、まさにその通りだって、自信のなさよりもまずはやっていく過程で自分自身が何より日々学んでいこうというふうに方向転換できたことで、まず英語講師の方なんですが、子ども英会話教室で働き始めました。子ども英会話、まあ、いわゆるキッズイングリッシュってやつですね。そうですね。ということは、まあ、アルファベットを教えたりとか、はい、歌を使って楽しく、はい、まあ、教えるというか、こう遊びながら英語に慣れてもらうみたいな。はい、まさに。なるほど、はい、今おっしゃったいつまで勉強するのっていう、うん、なんかそれってもうなんか僕らにとってすごく大事なメッセージだと思うんですよね。それこそなんか英語をずっと勉強するってこれ大事ですけど、はい、勉強することが目的になってしまって、うん、結局点数だけを追い求めていって、ふと気づいた時に点数は上がったけど、あれ本当に自分やりたいことって英語を使うことじゃなかったかなみたいな、はい、こう気づく瞬間ってもしかしたら誰しもあるかもしれないですよね。そうですね。そういう意味では確かに、まあ、勉強大事だけど、それを使っていく、うん、まあ、今村さんの場合だったらそれを教えていくっていうその切り替えっていうのは、はい、まあ、すごくそのメッセージ大事だと思うんですけど、まず伺いたいのは、はい、さっきもおっしゃいましたけど、まずアメリカに留学されたんですよね。はい、これアメリカ留学されたきっかけって何だったんですか？きっかけはですね、新入社員時代の出来事が発端になるんですけれども、国際経営学科を卒業していたことから、ある日海外からのお客様を担当するように上司から言われまして。どんな仕事をされてたんですか？ブライダル業界 で、コンサルティング営業をしていたんですね。はい、でそこでいつもと同じお客様ですのに、言語の違いによっていつものサービスができないっていう、この体験が私にとってはとても苦い経験となって、このままではいけないという、英語はずっと好きだったんですけれど、こう
なんて言うんでしょうね、本気でマスターするって言ったところから、怖さ、留学もそうなんですが、怖さから逃げていた自分がいたなとハッとさせられて、じゃあいつまで逃げるんだろうと思って、うん、その時によし、これは私は絶対人生の中で英語をマスターするぞ、マスターと言ったらいいのか分かんないんですが、使ってコミュニケーションを取れるようになりたいっていう強い意識が芽生えたのはその体験からです。じゃあ、そう、社会人としてこう働きながら英語の必要性を感じて、そしてまあ留学したっていうことですけど、それはなんか大学か何かに留学したんですか？大学ではあるんですが、学ぶ場所は大学なんですけれども、その大学のそこのネイティブの皆さんが通っているクラスに一緒に参加するという形ではなくて、海外からの生徒用に、プログラムが作られていまして、なので生徒さんは基本的には、日本もそうですが世界各国のノンネイティブイングリッシュスピーカーの方たちを対象にしたイングリッシュプログラム、 IBP プログラムというんですけれども、そういったこう海外の学習者向け、そしてそれは仕事の体験もできるというのが特別な、はい、内容なので、なので社会人にとても向いているんですが、でも大学生でも行ける、どなたでも行ける、留学プログラムでした。へ、あ、じゃあ語学もやりながら仕事もしながら、はい、でしながらというよりは、4期に分かれた構成なんですけれども、1年間の留学プログラム で1期目の3ヶ月間は英語を、まさに英語で英語を学ぶという形で、うん、2期目からはそれぞれの専門分野を選んで、まさに大学でこうステップバイステップで学んでいくみたいな感じで、それで2期目は私はホスピタリティですとか、あとは NGO とか環境問題とかに関心があったので、徐々にそういった専門分野を学んでいくっていうことになって、で3期目からはその実際にアメリカのどこかの NGO や会社で働くためのそのための準備、はい、でより一層、ちょっと MBA プログラムにも近いんですけれども、まあ本当に経営学を学んだりですとか、マーケティング学んだりですとか、そういったのを学ぶ一方で、就職準備、はい、で4期目3ヶ月なんですけれども、ひとまずはで3ヶ月間働く、うんうん、4期目で実際に企業で働く、うん、というそういう感じで、1期が3ヶ月ってことですか？はい、そうです。あ、じゃあ1年間のプログラム、1年間のプログラム、はい。それは結構日本人の方も多かったんですか？あ、そうですね、はい、私の時の代は、学生さんと社会人がちょうど半々くらいで、トータルで20名日本から行っていて、はい、あと多かったのは台湾の方、韓国の方、うん、そして中東の方で、ある期にはドイツの方が一気に半数を占めるという感じで、ドイツはちょっと日本だとかとはこう大学の期の流れが違うみたいで、はい、なので時期によってそういった国の傾向が変わるっていうのも面白いなと思いました。そう、今村さんがアメリカに行った時っていうのはある程度英語はもう勉強してたんですか？はい、それがですね、本当にお恥ずかしながら国際経営学科を卒業していたものの、先ほどのお話にありましたように、全然英語が喋れなかったんですね。なんでまさにちょっと頭でっかちと言ったらいいんでしょうか、グラマーとかいっぱい学んだのに全然喋れないっていう状況でした。あ、まあ、いわゆる受験勉強はしっかりしたけど、はい、その会話系のことは、はい、やってないっていう、はい、それじゃあアメリカに留学をしようとこう決めてから実際に出発するまでってどのぐらい時間があったんですか？はい、1年半くらいでしょうか。ああ、じゃあ結構決めてから実際に出発までは1年半準備ができたってことですよね。そうですね。その期間ってどんな準備されたんですか？はい、一つはその留学斡旋の会社の担当者さんに教えてもらったことで、まず何より一冊のテキストを何度もやりなさいっていう言葉で、あ、それはいいなと思って、うん、私自身自分で選んだ書籍で、基本的に4技能全部学べそうなものを選んで、それを何度も何度も一人で独学するっていう形です、うん、でもやっぱりそれアウトプットがないですよね、うん、それで一度1ヶ月ほど友人のところに、アメリカに留学していた友人のもとを訪ねて1ヶ月滞在させてもらって、
アメリカに、はい、それで、自分自身が喋る度胸をまずは磨こうと思っていたんですけれども、友人は日本人なんですね、うん、それでその友人がじゃあこういうカンバセーションしてみようって言ってもらっても、その友人と喋ろうとするともう一言も出てこない感じになってしまって、はい、硬直してました。それはアメリカ1ヶ月行ったのっていうのは、はい、実際に正式に留学する直前ですか、それともだいぶ前ですか。だいぶ前ですね、半年くらい前ですね。先ほどの新入社員時代というのはとても忙しい仕事でしたので、この仕事は、一度もう辞めてから留学の準備を他の仕事をしながらやっていて、はい、なので1年半のその期間の中で1ヶ月休みを取って、うんうん、そして友人のところにちょっと留学を検討しているんだけれども、自分に果たして一人でアメリカでやっていけるだろうかということで、あの相談をして、それでじゃあまずは1回試してみるのがいいんじゃないかなっていうことで、はい、経験させてもらいました。実際行った時は、まあ、さっきもおっしゃってたように何も出てこない、口から何も出てきませんでした。1ヶ月後どうでしたか、はい、その友人のところにいた時にはやはり現地の人とコミュニケーションをするという機会が本当に少ないですので、例えばスターバックスにコーヒー買いに行くとか、その買う時だけとか、はい、そういうコミュニケーションなんでやはりほとんど成長できず。あ、確かに、はい、なんだろう、旅行と一緒で会話にはならないですもんね。そうなんです。それこそなんか自分が欲しいものを言う、話すじゃなくて言う、うん、はい、言うことはできるようになるけれど、うん、やっぱりこう会話とか実際にその留学してからはディスカッションしたりとか、うん、いろいろありますもんね、うん、はい、そうですね。なんかそれを振り返ると今思えばでいいんですけど、はい、その留学前にできた準備、それから留学後でないとできなかったことって何かありますか？うん、あ、そうですね。留学前に私がやっていた準備はその、さっきの一冊のテキストをやりきることと、もう一つすごく心がけていたのが聞く量をとにかく増やしておこうと思って、リスニング、しかもカンバセーションタイプのリスニングをとにかく多く、うん、特に直前の半年間はいっぱい聞き続けたんですね。そうすると実際に留学した時に、あ、このカンバセーション聞いたことがあるってピンときて、あ、それに対してはこうやって答えてたよなっていう形で、なので初めの頃、留学した初めの頃は自分が言いたいこととはちょっと違うんだけれども、ただ自分の中にあるフレーズ、型をそのまままず使ってみるっていうコミュニケーションの仕方をしていて、で実際に向こうに行ってからできたことに入っていくんですが、それは実際のやはりカンバセーションの中で自分が何を言いたくて、そんな時何が言えないのかっていうのを現場で体験することでリアルに浮かび上がってくるので、それを必ずカンバセーションの間では難しいので、覚えている限りをすぐにその後メモを取って、それで自分が言いたかったことを自分なりに英訳して、まあとは、ホストファミリーに聞いたりだとかして、でフレーズをどんどん蓄積していって、それを自分の中で音読、シャワーとかも浴びながらずっと音読して繰り返して、で次同じ場面に来たら絶対このフレーズだけは使うぞっていうのを毎日毎日、それをワンフレーズずつとか何フレーズずつとか準備して、でそれが実際に来たタイミングではよし来たっていう感じで、そのフレーズを使う。そうするとそうやって使えたフレーズは大体もう1回で覚えていくことができて、なので、まあ、何が大事だったかって、その行ってからの学習法としてはやっぱり単語や文のニュアンス、ニュアンスは事前にはなかなか難しいなって思いまして、やはりこれだけはその文化に入ってそこの文化の人たちと触れて、そこで初めて文脈が見えてくるのかなっていう体験をすることができました。なるほど。なんか今のお話にあったこう言えなかったことで、それをそのままにしなかったっていうのはやっぱりなんかこうどんな思いからだったんですか、こう悔しさですか、それともなんかもっと言えるようになりたいとかそういう思いがあった
ですかね。ああ、そうですね。今おっしゃったの全て含まれると思います。言いたかったのに言えなかった、あと私は人とのコミュニケーションとか共感をし合うとかいうことがすごく好きで、でそれがやはり言葉一つでできないんですよね。なるほど、はい、それがやっぱりすごくもどかしいと言ったらいいんでしょうかね、はい、でそのもどかしさを克服したいがためにやるという感じです。勉強なので、やっぱり共感するには言葉は必要ってことですね、はい、ある程度ですね、はい、本当に深い部分ではたとえ日本語間同士でもなんでしょうね、フィーリングというのがあったりすると思うんですけれども、そういう深い部分もあると思いますし、言葉でなく伝わる部分ももちろんあるんですけれど、でもやっぱりそのフィーリングであってもそれを的確に伝えるためにはやはり言葉が必要だなと感じました。なるほど。でそれをメモして、まあ、さっきホストファミリーという言葉ありましたけれども、実際はホームステイをされてたんですかね。あ、はい、そうです、留学中は、はい、ですぐにこれでいいかどうかっていうのをホストファミリーに聞いて、で直されたり、それ大丈夫だよって言われたりして、で次にその言うべきタイミングが来たら使って、はい、で今1回で覚えられるっていうふうにおっしゃいましたけど、使いたい、でもまさにそこですよね。やっぱり使いたいっていう思いで準備して、でこう来たっていう時にバンって使うことによって10回20回いらないですもんね。そうですね、そのタイミングっていうのは。そうなんですね、不思議とそうでした、うん、あれ何でしょうね。あ、でもあれですか、はい、音読とかは結構これ使えるようになるぞっていう音読の準備はされてたんですか。はい、そうですね。あ、はい、それは事前の、留学する前にやはりいろいろな自分自身の学習を深める場所にも顔を出したりだとか、いろんな、先に留学経験をしている方々にインタビューといいますか、お話を聞かせてもらって、何がどんなことがいいかっていう中で、やはり音で触れていくこと、インプットもアウトプットもどちらもなんですが、の重要性というのをすごく教えてもらったので、自分の中の準備期間の1年間としたた1年間の前半は本当にまず4技能の総復習、はい、そして後半はリスニングで、できることは自分で音読でアウトプットというのに特化してました、うん、なるほど。なんかその中で、まあ、もちろん留学後でないとできなかったことってたくさんあると思うんですけど、はい、今だったとしたら留学前にどんな準備をしていきますか。あの時の私は恥ずかしくてできなかったんですが、アメリカに行ってカンバセーションパートナーという仕組みを知って、そしてネイティブスピーカーの同じワシントン大学に通う生徒さんにカンバセーションパートナーになってもらって、お互い私は日本語を彼女に教えて、彼女は私に英語を教えてくれる、そういうシステムがあるんですけれど、それを知って日本に帰ってきて調べてみたらあったんですよね、はい、でなのでそういったところでカンバセーションパートナーを見つけて、国内にいながらにしてもネイティブスピーカーの人と話すとか、あとは海外のネイティブスピーカーの人たちが集まる場所に顔を出して友達作りをするとか、そういったことができていたら、もっともっとこうスピーキング力とか、さっきお伝えしたこう文化と言語を共に覚える、文脈で言葉を捉えるっていうことが日本の国内にいながらにしてもできたのかなって思いますし、今の時代ですとインターネット、オンラインを通じてそれを事前に準備することはすごく可能かなと思いますので、これから留学を考えられる方にはそういったやっぱりその文化とともに、はい、その意味では映画はすごくおすすめだと思ってます。映画、ただすごく私自身もやって難しかったんですけれど、どっかのワンシーンだけでもいいので、その映画の内容をまずは日本語で理解して、次に英語字幕をつけて英語の字幕で英語を理解して、最後それをできれば同じ速さで言えるようになるまで音読を繰り返すっていうのをやると、結構映画は本当にネイティブの文化や言語の速さも含めて、うんうんうん、そのままリアルに確かに、はい、出ているので、映画は本当にこう教材としてはいかようにも膨らませられる教材だなって感じてます。そうですね、まあ、もちろんこう見るだけでも勉強になりますけども、本当、まあ、でも全部使おうとすると結構長いですから ね、 ね、大変ですもんね、はい、まあ、その中でも、まあ、今であれば英語字幕を出したりとか、うん、まあ、ネットで検索すれば映画のセリフがそのまま、ね、出てきたりもしますもんね、はい、確かに。で
教材だとどうしても映像はないですけど、はい、映画なら映像もあって、怒ってる時にこういう言い方するのかみたいな、うんね、感謝してる時はこういう言い方があるんだみたいなところもいけますもんね、はい、そうですね、それがまさに面白いなと。あと映画の場合ですと何度もそこを繰り返し見れるのもいいなって、ね、はい、そうですよね、はい、なるほど。一個今思い出したんですが、そのリアル会話の時に、例えばまだ自分が言葉がままならぬ時に、相手が言った言葉がすごく素敵で、あ、今それをメモしたかったって思って、今それなんて言ったのって聞き返しても相手の方が覚えてなかったりとか、え、どのフレーズのことって言われて、はい、どのフレーズかを説明する力がなくて、そこに触れられないみたいなことがあったので、映画の場合は本当何度も見れるのがすごいいいかなと思います。確かに。で、まあ、さっきこれから留学される方にそれをおすすめっていうふうにおっしゃいました。これ留学しなくても、はい、やっぱ日本にいながらにして英語力を高めていくとか、はい、そのさっきの言葉と文化を同時に学ぶっていう意味では、はい、映画っていうのはおすすめだと思いますし、はい、それこそカンバセーションパートナーっていうのも、はい、まあ、多分調べればたくさん出てくるでしょうし、はい、オンライン英会話とか受けてる方は、そうですね、そのオンライン英会話の先生をカンバセーションパートナーっていうふうにちょっとこう意味付けを変えて、うん、で話を引き出したりとか、はい、そういう使い方もできますよね。そうですね、それはすごくいいと思います、うん、なるほど、はい、なのでこう英語を学ぼうとすると気持ちが重くなっちゃうなっていう方は、英語で何か自分の好きな何かをしたいなとか、英語で誰かとこの人とコミュニケーション取りたいなとか、そういうマインドセットに入っていくと、うん、もっと英語が好きになったりとか、うん、なんて素晴らしい言語なんだろう、この世界の全ての人たちとつながれる可能性のある言語だって思うと、なんか私自身は、あ、本当に魅力的だなって感じました。で、そのアメリカの留学が終わって、その後こうインド行かれましたよね、はい、なぜインドなんですか？そうですね、はい、インドは本当にこんな言い方をするとしていいのかなという感じですが、ご縁をいただいてという、もうここの一言に尽きるかなと。はい、ご縁。それはなんか踏み込んで伺ってもいいんですかね？はい、もちろんです、はい、なんかご縁を感じるみたいな、そういう体験を私はインドに行く前は思い返してもなかったなって思うんですね。でも実際のところでは、私が留学したのと同時にうちの父親が先にインドにご縁をいただいて、まあ、仕事でですね、ちょっと長年ですね、インドに駐在することになりまして、で同時のタイミングで日本を立って、私はアメリカへ、父はインドへって行ったんですね。はい、で私が留学を終えてもう帰国して帰国しますっていう連絡をした頃に、父の元で働いてくださっていた部下の方が、その方はインド人なんですが、奥様が日本人でいらして、はい、でその方のお子様たちの通うところでヨガのスクールもやっていて、これは人生をかけて本当にためになるものだと思うから、ぜひ学んだらいいってうちの部下が言っているけど、緑はヨガに興味があるかっていう連絡を、はい、なので、まあ、本当直接的に言うと父にご縁をもらい、なるほど、そして父にそのアイディアを与えてくれたアシュタご夫妻というんですが、アシュタご夫妻につないでもらい、はい、あ、じゃあそれまでは今村さんはヨガっていうのに対して何の興味もなければ知識もなかったっていうことですか？興味がないことはなかったんですが、うん、アメリカのシアトルでももうすごくいっぱいスタジオを見つけたんですね、はい、なのでとても関心興味はあったんですが、足を運ぶまでできず、うん、そして本当にそうですね、なのでその頃は何も知らず、うんうんうん、ただそれを聞いてからヨガとは何だっていうのを、まあ、アメリカにいながらにして自分でリサーチし始めたら、なんて面白いんだろうと、はい、感じまして、これは学ぶのに、そしてインドがヨガの発祥であったので、はい、あ、その発祥の地で学べるなんて、なんてありがたいことだろうと思って、もう一言返事でインドに行きます。あ、じゃあアメリカから日本帰ってきてしばらくしてからインドに行ったんじゃなくて、アメリカからインドに行ったんですか？それがビザを取ったりする関係があるので、一度日本に帰国して、はい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 、そしてシアトルで最後に働かせてもらった NPO 組織の日本の拠点
で働かせてもらうことが決まっていたので、はい、そこで働きながらインドの準備をちょっとしてですね、それからインドに飛びました。これインド僕も興味がありつつ、はい、行ったことはないですし、はい、そんなに調べてもないんですけど、よく聞くのはインドに行った人からよく聞くのはインドに行くと人生観変わるって聞いたことあるんですね、はい、でその変わり方としてインド大好きになってもうインドにハマる人もいれば、うん、もう嫌だっていうこの2つに分かれるっていうことを聞いたことあるんですけど、はい、今村さんはどうですか、人生観変わりましたか。私は変わった方のタイプに入るんだと思います、はい、どんな風に変わるんですか。はい、もう本当に一言で話しきれなくて言葉ばかり増えてしまって恐縮なんですけれど、一つには今まで自分が持っていた概念というのがある意味では一個も通じないような経験をいっぱいさせてもらって、なのでこう自分自身が変わる経験にもなりますし、あとは自分が持っていた前提って生きる上で本当に必要だったのだろうかというくらい命というものを日々の生活の中ですごく見させられるというのは、一つはそうですね、ストリートチルドレンですとか、うん、路上で生活される方がいっぱいいる一方で、同じストリートの逆側にはものすごく立派な外資のホテルが建っていて、素晴らしい世界の人たちが集まってきらびやかな世界があって、はい、一方では本当に今日生きるも大変だけれども、そんな皆さんもというのもあれですね、例えば子どもたちもすごいキラキラとした目で笑顔で生活している姿に触れてみたり、はい、あとはリクシャーといってオートリクシャーはトゥクトゥクとも呼ばれるかもしれませんが、バスというか、あ、そうですね、バイクというか、はい、タクシーというか、そうですね、はいはい、三輪のタクシーのような、うん、はい、あれは言ってしまうと左側、あ、まあ、左右それぞれもう窓がないんですよね、うん、なので路上を走っていてもすぐそこに立っている方と触れられる距離感とかだったりするんですけれども、うん、そういったところでこうなんと言ったらいいでしょう、そうですね、まあ、赤ちゃんを抱えてある男性だったり、まあ、女性だったり来るんですけれども、インド人の友人なんかは絶対に何もあげちゃダメだよって言われて、お金もお菓子も何もダメって言われて、うん、そうか、なんでだろうって思うと、そのお子さんがちょっと怪我をしてすごい泣いていたりとかするんですね。それでお金くださいって言われるんですけれど、でもそれは実際には本当の子供じゃない可能性の方が多いし、そう、それであげたお金は決してその子が救われることにはならないっていう現実をこう教えてもらったりするときに、そういった世界観に触れたのも初めてだったので、本当に自分自身の何でしょうね、信念を揺るがされるというか、目の前にいる泣いている赤ちゃんを助けたいけれども、そこで何かを差し出したところで何の救いにもならないっていう、このなんか2つの大きな選択をその場その場毎日のようにそれの選択を迫られるっていう経験を続けると、なんだか本当にそうですね、生きていくという、生きるとは何かっていうことをなんか毎日毎日考えさせられたような気がしますね。はい、インドにはどのぐらいいたんですか。インドには半年、一度ビザが切れるのが半年なんですね。なので半年で、その後また2、3ヶ月いてという感じでした。じゃあまあ8ヶ月9ヶ月そうですね、トータル、はい、もうそうなるとやっぱり旅行とは違うので、旅行だったらやっぱりそういうの見ても、うん、それこそ僕が聞いた話だと、旅行、インドに旅行行った方が、まあ、こうガンジス川で、うん、こう、まあ、こういう言い方もですけどね、こう亡くなった方が浮いている、うん、はい、それは別にまあ、そういうもんだっていう、うん、もうその話を聞いただけで、なんていうんですかね、うん、やっぱりもう価値観全然こう変わったりすると思うんですけど、はい、うん、旅行だけでも価値観変わるのに、うん、そんなに8ヶ月9ヶ月いたらそれこそもう生活になるわけですもんね。そうですね、そこでそこまでこう価値観揺さぶられて、うん、来るっていうのはやっぱり人生観はめちゃめちゃ変わりますね、うん、そうですね、はい、でもちょっと今なんて言ったらいいんでしょう、暗い面に触れてしまったかもしれないんですが、実際はその暗い面というのは明るい面とすごく裏表表裏一体の関係かなっていう体験もさせてもらって、
本当に会う人会う人皆さん明るいんですよね。根っから明るい。あとお話しする方が大好きな方がいっぱいで、皆さん情に熱くて、なので私はそのヨガのクラスは 98% インドの、特に主婦の皆さん、はい、生徒さんが、で私ともう一人だけモリシャスからの女性、はい、もう一番の友達なんですが、そのこと私だけが海外組という感じだったんですね。でもそうすると何かちょっと困るとみんな総出で助けてくれるという感じで、本当に、そして皆さんそれぞれにもう自分の家に招いて招待して家族のように扱ってくれて、はい、でそういった路上でどうしたらいいか迷っちゃう時にも、こういうルールがあるよってことだったりとか、こうやって対処するといいよっていうのも全部事前に出会った時から事前に教えてくれるくらい、すごいサポーティブでケアをしてくれる方ばかりで、そういったすごい温かい部分に触れていくと、こうなんでしょうね、そうインド人のエネルギーにいっぱい触れさせていただいて、こう今まで自分が抱えていた問題がなんか全部すごくちっぽけにとにかく感じられたんですよね。でなんか今も忘れられないのは、そのリクシャーに乗って一人で乗っていたある日なんですけれども、そのリクシャーから見ている人たちが、路上の人たちでもどんな人たちもみんなこう何でしょうね、今を受け入れて生きているように見えたんですよね。それで私は日本にいた時にはこれをして働いてこう自活してこう生きて、でも人の目が気になってとか、なんかいろんな複雑な考えが頭の中をすごく巡っていたんですけれど、あ、ただまずは生きていく、ただ生きていることがこんなに素晴らしいことなんだなっていうのをふと、なんと言ったらいいんでしょうね、本当言語化できないんですけれども、ふとそういう思いみたいのにすごく満たされる時間があって、そう思ったらなんだかどんなことをやっていても本当人生が愛おしいなって思うようになっていったんですよね。なんかうまく説明できないんですけれど、これなんか本当、まあ一言で軽い言葉で言うと深いっていうことなのかもしれないですけど、やっぱりなんかそこまでの文化もあって、はい、まあ、お国柄もあって、だからこそ哲学とか、うん、まあ、仏教とか、はい、なんならゼロという概念もインドから生まれたのかなってなんとなく思ったんですけど、うん、今のようなことっていうのは当然英語も絡んでくるわけですよね。そうですね。基本は皆さん英語喋るんですか、インドの方は。はい、私が行かせていただいたスクールではそのレッスンは英語でするっていう前提のもとだったんですが、私がいたのはインドのデリーという北部の首都になるんですけれど、そこはヒンディーというのが共通語になりますね。はい、でインドは本当にすごい数数えきれぬ言語、インド国内の言語があるので、はい、文字も違うくらい、それぞれ州を超えると国が違うくらい言語や文字が違うっていう国なんですけれど、北のデリーではヒンディーがメインでした。それヒンディー語も勉強されたんですか。勉強はしましたけれども、本当にハロー、ハワイユー、あと元気ですか、名前はみたいな、そういった表現しか覚えられず、なるほど、はい、基本はもう英語を通しておりました。なるほど、はいはい、そうするとアメリカで鍛えてきた英語がインドに行っても、まあ、そのまま使えたという感じですね。はい、はい、ありがとうございます。次回はですね、ぜひインドでの学び、それからヨガについてお話伺いたいと思います。前編はここまでということで、どうもありがとうございました。ありがとうございました。Useful expressions。 続いては英語の名言から学ぶお役立ち表現をご紹介いただきます。ジェイさん、今回の名言は何でしょうか。はい、今回はトニー・ブザン、トニー・ブザンという人の言葉です。 Learning how to learn is life's most important skillLearning how to learn is life's most important skill. 習得の仕方を習得することは、
人生の最も重要なスキルである。このトニー・ブザンという人はマインドマップを開発した人なんですけども、まさに学び方の学び方を学ぶ、習得の仕方を習得する、これ大事ですよね。いや、なんか彼らしい名言ですね、本当に。前回のシュリーマンなんかもそうですけどね、もう習得の仕方習得してましたよね。だからあれだけの、ね、はい、言語学習、結構本当に短い時間期間でできるようになったっていうことなので、もうまさに Learning How to Learn できていたんじゃないかなと思うんですけども、今回ですね、この中から動詞の後につく How to 何々、例えば Could you tell me how to get to the station? みたいな感じですかね、Could you tell me how to get to the station?教えていただけませんか。 How to get to the station、駅への行き方、How to ってカタカナでも使いますけどね、How to、そうですね、方法ですよね、やり方ですよね。この How to 以外にも実は、How to 今みたいに使っていただいてもいいですし、あとは What to の形で使っていただいても、例えば I didn't know what to do、 何をするべきか分かんなかったみたいな感じで、ちょっと応用が聞かせられますよね、How to 以外にも What to とか When to、 Where to にして。そうですね、well, I haven't decided when to start とかですかね。ああ、そうですね、いつ始めるか決めてませんとか、はい、I don't know where to go とかですね、どこ行けばいいか分かりますね、はい、とか、すごい、すぐにデータが出てきますね、はい、ずっとそうですね、なんかこれは文法の教材やってた時にもうとにかくずっと、それこそ前回の修理じゃないですけど、はい、僕はずっと音読してましたね。あ、そうなんですね、はい、ささっと今出てきましたね、例文が本当に、なんかそれをそうですね、だから前回の話になっちゃいますけどね、やっぱ音読っていうのは文法を身につけるとか表現を身につけるっていうのには僕にとっては最強のやり方でしたね。あ、体が覚えてる感じですよね、きっと。そうですね、そういう意味では僕にとっての習得の仕方を習得した経験というのはやっぱり声に出す音読ですよね。あとは真似ですよね、人の真似をする、はいはい、ところが僕にとっての Learning How to Learn でしたね。このなんとか How to 何々とか、なんとか What to 何々、なんとか When to 何々、Where to 何々、はい、いくらでもこれは応用聞きますからね。便利ですね。そうですね、はい、ぜひ使ってみてください。第107回をお送りしました。 J さん、はい、今回の名言はマインドマップ開発者からの名言でしたけれども、 J さんも以前マインドマップでメモ取らせててましたよね。そうですね、マインドマップでメモ取るときっていうのは僕はもう決めていて、はい、講演を聞きに行ったときとかっていうのは大体マインドマップでメモを取りますね。で、なんでかっていうと思い出しやすくなるんですよね。でマインドマップ、ぜひご興味ある方は学んでいただけたらと思うんですけども、中心にテーマを書いて、そこから放射状にこう枝葉をこう広げていくんですけども、はい、同じトピックだったらさらにこう深めていって枝にしていって、でテーマが変わったら次の枝を作っていくみたいな感じで、出来上がったものが、実際はカラフルなんですけども、で僕はあんまりカラフルにせずに、黒一色でこう書いていったりするんですけども、実際は脳の仕組みからしたらやっぱカラフルにした方がいいっていうのはあったりはするんですけどね、なんかこう考えをまとめたりとか、そういう講演とか、読書もそうだと思うんですけども、書いてあるもの、聞いてるものをまとめたりするっていうのはすごく向いてますね。で、それの再現性が高いんですよね。人にそれを伝えなきゃいけないっていう時にはすごく再現性が高いので、だから基本的に僕は講演聞きに行った時のメモはマインドマップですね。こう色をつけるっていうのはなんかルールに従って色をつけるんですか？もし色をつけるってなったら。いや、好きな色でいいと思うんですけどね。あ、もう好きな色で、なんかこう、こうイメージ沸かせながらこう印象付けるために塗っていくっていう感じなんですね。そうですね、実際はイラストにしたりとかっていうのもしますけど、 あとパッと見て分かりやすいっていうのもあるのかもしれないですけどね。でもマインドマップおすすめですね。でも確かにテーマごとにどうやって枝葉分かれてストーリーが展開していくんだろうって分かりやすいですよね。そうですね、
うん、メモ取って終わりっていうのが一番もったいないですからね。メモ取るのが目的になっちゃうので、うん、でもそれを後で活用するっていうのが本来の目的であるはずなので、そういう時にはマインドマップはおすすめですね。本とかでも良さそうですね。なんか読みながらマインドマップ自分なりに書いていくとかも同じような感じで書けそうですね。書けますね。僕も前やってましたね。あ、そうなんですか。振り返りながら、まあ、本の内容を全部マインドマップにすることもできるんですけども、なんかそれだと時間かかりすぎちゃうので、はい、例えば自分で線引いたところとかっていうのをまとめながらマインドマップにして、あ、まあ、一覧で 見れるようにしておくとかっていうのはすごく良かったですね。最近ちょっとできてないので、あ、いいですね。うん、この機会にまた再開しようかなと思いましたけども、はい、はい、でも、うん、なんか頭を整理するっていう意味ではすごくおすすめのやり方ですね。なるほど。はい、さてこの番組ではリクエストやご感想をお待ちしています。メッセージはツイッターやメールなどでお気軽にお送りください。また毎日配信の単語メール、ボキャブラリーブースターの購読もおすすめです。 J さん、今週もありがとうございました。どうもありがとうございました。 OK, thank you for listening. See you next week.